お昼からのの講演を始めさせていただきますカウンンセリングサービスの小川です今日は朝から恋愛そしてパートナーシップについてお話をカウンセラーがしていると思うんですがテーマはカウンセラーによってそれぞれ違うども多分伝えたいこととかそれとか知ってほしいって思うことっていうのは多分23かぶってくると思うんですよね。 でだからこそ皆さんのここにぐっと入り込むこともあるんじゃないかなとそういうことを思いながら私もベストを尽くさせていただきますよろしくお願いします。あありがとうございますありがとうございます。<laughs> <laughs> えー、徹底解説します男性の恋愛事情です私たち女性というのは起きている間何らかしらの感情っていうのを感じているもんなんですよねあの嬉しいとか楽しいとか。 あとは悲しいな寂しいいいななな寂ってううようなこう自分ではっきりしてる自覚できる感情とあとはもやっとするなとかイライラするなとかそういう,こうちょっと説明しづらい感情ですねで,でもこの感情についても誰かと話をするとかそれとか自分でじっくり考えるとか向き合うとかいうようなことで女性の場合はそのののっっとと感てていいいうのに気づいていくことはありますだけど男性は自分の感情をしっかり感じるとか。 考えるって言っていたことはあまりないんですよねでそれは厳しい社会を生きてきた自分の昭和のお父さんというのが見本になりますので感情を感じる機会っていうのはやっぱり少なかったと思いますそして、えー、すいません僕はこ,こ,ペタペタののこれ見えるかなもうちょっと大きく書けなかったんだけどね <laughs> 見えにくいねちゃんと後でしゃべります。 社会の荒波に立ち向かい常に戦い上を目指し続けるちょっとかっこよく書かせていただきましたけど、まあ、およそこんな感じなんじゃないかなとは思ってますで皆さんね「ゴルゴ13」っていう漫画ご存知ですかあ笑いましたね知ってる方多いですね「そのゴルゴ13」っていうのはあれは絶対にこうターゲットを外すことがない超永久スナイパーなんですけれども。 あの漫画っていうのは男性の支持率がすごく高くて今191巻ぐらいまで出てるんですけどねであのキャラクターとかあとはあの戦国武将なんかにすごくこう憧れを持つ好きな男の人が多いと思うんですけどこの2つには共通するものがあってね絶対的な力を持っているということとそれからあとは絶対力による周りの信頼感が厚いっていうことと。 あととは強靭な肉体と精神力を持って,るっていうことと膨大な財力ですね財力を持っているそして何といっても女に全く不自由しない男たちっていうねでそういうところも、まあ、男性の目標だったり憧れに通じるんじゃないかなと思うんですがやっぱりこの一例を取ったとしても感情っっていうものがやっぱりちらつかないですよねでなので男性というのはあの他人の感情とか 彼女の感情はもちろんのこと自分の感情っていうのも結構分かっていらっしゃらない方が多いんですよねでだけど恋愛というのはほぼ感情だけの関係性といっても過言ではありませんのでここは男性のやっぱり苦手分野ということになってしまうんですねで。こういった男性っていうのは普段感情っていうのを抑圧してますので好きな人とか気に入った人っていうのが出てきた時に。 こう湧き上がってくる感情っていうのはもう抑えようがなくなってしまうんですよねなのでその勢いでそれがすごく刺激になりますからワクワク感とかドキドキ感とかがねなのでその刺激に駆られるようにして初めのうちっていうのはすごく積極的に動くことはできますただその時っていうのはもうちょっと妄信状態で周りがあまり見えてないんですよねなのでしばらくすると気づき始めます自分ののの社会での役割っていうものに で一旦社会に意識を向けちゃうと今度は今まで100%恋愛に頑張っていたわけですからこのバランスが取れなくなってしまうんですよねで彼女にもどう関わっていいのかもうわかんないでこの頃に た連絡がなくなくったりとか、それとととかか、会うううう回数がが少なくなくっったりとかそういうことが起こ起てしまうんですよねで。だけど女性は普段から感情っていうのをやっぱり感じてますので恋愛と社会とのバランスが取れなくなるっていうようなことはあまり起こりにくいんですよ。でこういった男女間の恋愛における徹底的な差なんですけどちょっと分かりやすいのうこっちに一旦見せますね。 男性は頭で恋をして女性はハートで恋をするっていう感じですでこのやり方っていうのもまた全然違ってくるんですけど理論正論バーサス感情ですです私これあえて「VS」と書かせていただいたんですけど別に恋愛で戦うもんじゃないんですよね競うもんではないんですけど。やり方が全く違うので どうしてもこここででトラブルになっったりりととか誤解を生むっていうががありがちです例えば女性が会いたいなとか寂しいなっていうことを感情で伝えたとしても男性がそれに応えられない時っていうのは「ああごめん仕事やねん残業あるから今度のデータやねんけどちょっと忙しいからキャンセルしといてくれへんか」っていうことを私たちは感情でつながりたいんだけど彼らが言うことっていうのは事実に基づく正論になっちゃうんですよね。 でこの正論っていうのが厄介ですあの恋愛というのは先ほども言いましたように感情だけの関係性なんですよねだからここに正論を持ってこられてもあんまり意味がないんですよねただ彼らは正しく論じているわけですよだから間違いではないと思ったらあじゃあ仕方ないなって私たちその感情を飲み込むしかないしこれを言われたら反論できなくなっちゃうのね正論を言われてしまうと。 で,でも男女間っていうのは本当にねこういったことがすごく起こりがちですもちろん男性の心の中には「会いたい」とか「大好き」っていう気持ちは結構がっつり持ってるんですよねでも普段からやっぱり理論とか正論とか実績とか成果とかそういったものを社会で学びすぎてこう女性とつながるとか言葉にするっていうことがやっぱりすぐには出てこないですでもそうういいっった生き方っていうのが 戦争体験者であるおじいちゃんからお父さんへそして彼らへと受け継がれてきた厳しくてそして自律的な生き方ということになりますでだからこそ男性というのはすごく純粋でね勤勉で真面目でまっすぐな考え方を持つ男の人が多いんですけれど私たち女性というのは繊細すぎてねやっぱりいろいろ誤解をしてしまいがちです だけど恋愛においてもやっぱり男の人はこういった真面目さっていうのが根本にありますからそんなに簡単に女の人を騙したりとか適当に遊んだりとかそういうことっていうのはやっぱり少ないです。ただ男性がやっぱりこの頭でっていうのをすぐ出て今日私これすごくよく言います男性は頭で恋をするっていうことをすごく言うと思うんですけどこういった考え方で恋愛をするので女性が何を求めているかとか。 それとかどういったことをしてほしいのかっていうのも結構ね分かってらっしゃらない方が多いんですよね。で私たち女性ががししてほいいここととの多くがこれらだと思います気持ちに寄り添うことやただ話を聞いてほしいということそしていろんなところで思い出を作ることで記念日やイベントなどを一緒に考えてほしいっていうようなことね。先ほど私はは男性は 頭で恋をすると言ったんですがこれをもうちょっと詳しく言うと社社会会ででででで得得たた知知識識なんですよ男性は社会で得た知識で恋をしちゃうのねでそれをここから当てはめてみると例えば気持ちに寄り添うとかただ話を聞くっていうのは社会ではあんまり体験しないことになるんですよね。 自分もしないししてもらうことっていうのもあんまりないで社会っていうのはどうしても結果っていうのをものすごく求められちゃうのでこの気持ち聞く寄り添うっていうのは意味がないこととかねあとあんまり役に立たないものっていうふうに判断しちゃいがちですで男性がその社会でお話を聞くってなったら 自分の得意分野を後輩とかそれとか新入社員に聞かれることが多いのでやっぱり的確に伝えることできるんですよね解決方法を。だけど私たち女性っていうのはそこはアドバイス欲しいわけじゃない気持ちに寄り添ってほしいとかつながってほしいっていうのが全面的にあるので男性のそこは苦手分野を聞くという形になっちゃうのねで。だけど社会で答えられないとなったら劣等感持っちゃうのね劣等感持っちゃうし自分のことも責めるし。 でこの場合は女性にこうやって聞かれてるわけですから何としても役に立ちたいっていう気持ちもあります答えを出してあげないといけないでそういうふうなことを思いがちの真面目な男の人ならばまあこういうこと多いですよねああでもそれってみんな一緒じゃないのとかそれとかああそれやったら俺だって経験してるでとかねあと説教に入っちゃう人も中にはおられます。 それって君がこう言わんかったらよかったんじゃないのとか間違ってるんじゃないのとか何度もそんなこと言うぐらいやったらいっそのことやめたらええねんとかねそういうふうなことを言っちゃう可能性もやっぱり23あると思うのねでもちろんこの思い出なんですけどこの思い出ももちろんいけば楽しいですそれに男性も女性と一緒に思い出作りたいともちゃんと思ってますただやっぱり自分から積極的に動く人っていうのは少ないのね でそれは想像すすることっていいうのがあまりでできないからです私たちっていうのはこの感情が即攻動きますのでここ行ったら楽しいあそこ行ったら楽しいっていうことを想像できるんですけど男性の場合っていうのはここに行くときっと彼女と自分が笑ってるっていう想像力よりもつながっちゃうのはやっぱり頭なんですよ。でそうなると頭で考えると「混んでるな」とか「大きくなずやね」<laughs> 私も言われたことあります。 すごい混んでるやろうとかそれとか「人混み俺嫌いやねん」とかねでそういったような言葉っていうのが返ってくることが多いですね。このイベントととかか記念日とかも同じですどうしても正論が出てきちゃうのでこの感情自身があまり動かないために女性と同じようなテンション。 で関わることができないんですよねで、これはなんでこういうことを男にの人に起こってしまうのかそれはですね男性自身に楽しいっていう感覚が鈍くなってしまっているからなんですきっとね昔はあったと思いますよすっごい楽しめた時期っていうのはねだけど こここからはちょっとと皆さんんにに一緒に想像して欲していとこなんですが私たちのお父さんとお母さんっていうのはいつの時代も私大変さっていうのはあまり変わらないと思うんですよねその時代時代の背景っていうのがありますからだけどたった一つ今と昔と違うことがあるんですでそれは社会の動きです。 例えば昔にはなかった育児サポートそれからメンタルサポート情報社会でもあるから不安なことってクリック一発で出てきたりするよねだからそういうような時代じゃないっていうのもあるしあと皆さん買い物行ったらよくわかると思うんですけどなんかお惣菜とととかもううしと並んでると思うんででる思すよねでお弁当も多種多様に渡って置いてると思うんですがああいうのもなんか。 まあ私の解釈なんですけど社会全体でなんか母さんのバックアップをしているような「今日はお母さんこのコロッケ買ってくださいよ」みたいな「で今日はこのお弁当どうですか?」みたいなででも私たちもそれに群がる <laughs> あやかるでそういうような要するに手抜きとかサボりとかそういったことっていうのがちょっと容認されつつある。 みたいな感じになってきたと思うんですで男性のお父さんの方もそうですねお父さんの場合は社会で多いと思うんですがメンタルヘルスチェックっていうのをする会社が増えてきてますそれから産業カウンセラーっていうののチェックも入りますで残業はなるべく市内で置きましょう男の人も育児に参加して休暇を取りましょうもちろんそれ全部今できてるわけではないと思います今からもっともっと今からの話だと思うんだけど要するに お母さんとお父さんにお母さんすごく子育ても大事ですお父さん仕事も大事ですけど自分の健康とかプライベートっていうのももっと楽にしましょうっていう動きになってきてると思うんですよねだけど昔のお母さんたちこの手抜きとかサボるっていうのはどちらかというとタブーです。 そういういことも言えなかった人が多いと思うのねなぜかというと母親として妻としてこうあるべきみたいなのが、まあ、今もちょっとその流れはあるんですがもっともっと強かったと思うしお父さんに至っては戦争終わったら今度社会で身を粉にして働けもっともっと頑張れっていうような姿勢になってきてます。 でそういうのを経てきてるお父さんお母さんっていうのは私たちが子どもの頃っていうのもそれれなりにいいいっっぱい楽ししむこととてててううのをしてくれてたと思うんですよねだけど子どもが元気に成長していくのに親っってて置いていっちゃうんですよねなのでやれることが限られてくる限界が出てくるっていうのとあとは置いていくのにやってることがあまり変わらない。 いう事実特にお父さんっていうのは社会に身を置けば置くほど重圧もかかってくるし責任感も重くなるでそういうようなお父さんたちを男の人っててていうのは見て育ってるんでですよねであ仕事ってこんなに大変なんや家庭を持つってこんなに大事なんやなっていうことをずっと男の人は学んできてると思います。 なので自分がやっぱり社会人になって仕事をするようになったら遊んでる場合じゃないなお父さんもやってたしなもっともっと自分がしっかりしないとあかんねんなっていう風に重きを置いてしまっても仕方がないと思ってるんですよねで女性もそういうご両親というのを見てきてますなんだけど女性の場合っていうのは感情だけはあんまり劣らることってないんですよねそれは皆さんも気づいてる気づいた方おられるかな 子供の頃のおもちゃね、男の子って原色が多いんですよ。だけど女の子ってふわっとしたパステル調が多いんですよね。薄い緑とかピンクとか、幼稚園ぐらいの頃からのおもちゃ与えられるおもちゃも可愛いものとか、ふわっとしたものとかキラキラしたものが多い。なのでやっぱりちっちゃい頃から感情が動くようなことって多いと思うんですよね。で、その後は皆さんはプリキュア世代、セーラームーンかな、私は。 ハイジななんですけど知ってるかな <laughs> 年齢の差がすごい <laughs> でそういうふうに皆さんの見てる漫画ですらあれがっつり人間関係とか恋愛関係が入ってるんですよね。でその後に見る漫画雑誌そして女性雑誌に至っても恋愛人間関係が全く外れるっていうことはほとんどないんですよね。なので女性というのはこの気持ちに寄るそうとか思い出作るイベントこういうことを彼とだけでないとできないっていうことじゃないんですよ。 他の人間関係でも会社でもまあ強制的にさせられる時もあるしこういうことっていうの結構できるんですよねだけど男の人は男同士で気持ちに寄り添うってあんまりないですよねやっぱり男の人だけでこういったことってしづらいと思うんですじゃあ男性は何をこういった社会に身を置けば置くほど男性がどん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 増やしていってしまうことこれがね深刻さなんですよ。 深刻に言いますようがもう深刻さなんですなのでこんな男性が猪突猛進で彼女に言ってた時のようにワクワク感ドキドキ感っていうのを再び得ようとしたら今度は極端なことをしなければいけませんでその極端なことって何でしょう女性と一緒にワクワクできてドキドキできて自分を解放できる唯一の方法といったらもう一つです体の関係ですでなのので男性っていううはどうしても 女の人と関わると、そういうことにちょっと頭が行きやすいんですよね。じゃあそんな男性たちに、こういったね深刻さをすごく持ってしまった男性たちに、私たちはどうやって関わっていけばいいのでしょうか。そこが小川のメインテーマですよね、今日のね。皆さん自身が楽しいということをたくさん経験するというのものすごくこれ大事です。男性は、例えば今からね、 感情というものを学ぼうとする人たくさんおられますそれはそれですごく私たちにとってはありがたいことなんですけどたくさんの感情についての本を読んだとしてもほとんどの男性がこっちに行っちゃうんですよ知識としては入るんですだけどこっちとなかなかつながらないのねだとしたら彼らに感情を分かってもらうことっていうのはもう体験させることが一番いいっていう話になるんです 先ほどもどなたかカウンセラー言ってましたよね一緒につながって体験するっていうのをねそのだからこの楽しいことを女性の方がそんな大きなことを考えなくていいです自分が興味持ったこと彼にとってじゃなくてこの場合はもう自分だけです自分にとって楽しいこと自分にとって興味があったことっていうのをどんどん彼に伝えていってあげてほしいのねで楽しめない男性っていうのは先ほど言ったみたいに「ふーん」とかい,いそうでしょ ふーんとかそれとかああ俺はあんまり興味ないわとかそういうふうにこうテンション上がらないと思いますよ初めはねだけどそうやってや行っていっそのことを連れ出すっていうことを実際にしちゃうとまあ多少強引にでも行っていいと思いますでも行ったら楽しめる男の人ってもう圧倒的に多いですただその行く前が抵抗がすごく大きいと思いますけどねなので 皆さん自身がこの楽しむっていう感覚をたくさん身につけて彼を巻き込むようにしてあげてほしいんです。で男性っていうのはすごくシンプルなので彼女が笑ってたら「ああ楽しかったよかった」で仕事忙しかったら「疲れたなしんどいな」ってただそれだけです。 私たち女性っていうのは感受性豊かすぎるのでいろいろ考え込んでしまうんですけれども男の人がそういうことを考えることはあんまりないのでね彼女がこうやったああやったっていうことはあんまり考えないのであまり考えてあげなくていいです。でどれだけ楽しいことを探せるかでどれだけ好奇心を育ててあげるかっていうのがすごく大事になるんですが。 これをこの楽しいことを経験しよう見つけようとしたら一つ重大な大事なことがあってそれはいついかなる時も自分の感情っていうのだけはもう大事に扱ってほしいんですこれは人間関係でも起こりがちのことなんですが正論っていうので私たち女性結構論破されちゃいますだけど恋愛においては特に自分の感情っていうのすごく大事になってきますから彼に言われて 仕方ないな反論はできなかったとしても後でムカムカしたんやったら腹立つなでいいですムカつくな腹立つなでいいですでもその時に向こう正論なのでその正論に論破されちゃうとやっぱり言った私が間違ってるのかなとかやっぱり彼が言うように私の考え方はおかしいのかなってそうやって後でご自身を責める方も多いんですよねなのでそうやって自分の感情はあまり踏みつけないように してあげてほしいと思います大事に大事に扱ってほしいと思いますこれ恋愛においてとっても大事なことだと小川は思ってますではまとめを書かせていただきます牧ちゃんお手伝いいただけますか仲牧カウンセラーにお手伝いいただきます男性の恋愛事情をまとめました一番男性は頭で恋をして女性はハートで恋をしますやり方は理論正論バーサス感情 ですで2番目成果主義社会で深刻さを強め楽しさが鈍くなってきた男性が皆さんの恋愛相手です、うん、そして体のつながりをやたらほするのは感感情を感じれる唯一の方法だからですなので男性がそっちにね偏っちゃうことをねちょっとだけ許してあげてほしいと思います そして自分の楽しいを育ててあげてくださいそこに男性をできる限りで構いませんゆっくりで構いませんご自分のペースでいいですから巻き込んであげてほしいと思いますそして5番目自分のどんな感情をも否定せず日頃から大事に扱ってほしいと思います。でこういうことをねできるようになると男性の深刻さっていうのが少しずつ 薄れていくのね、女の人が自分勝手でいいです。自分勝手にこう楽しんで喜んで、それに彼を巻き込めるようになったら、彼らの深刻さっていうのが薄れてきます。深刻さが薄れるとどうなるか、結婚が早くなりますよ。なぜかというと、男性が深刻に考える一番の大きいのは結婚だからね。例えば彼女に話された時に、俺はまだ全然自分に自信がないからとか、 あと経済的にまだ全然自分はダメだからとかそういったところでやっぱり男性というのは深刻になりやすいんですよねだけどそこは女性はどっかで皆さん思ってらっしゃいます2人でやれば何とかなるって思うんですよその強さっていうのは男性に教えてあげた方が得ですねなので今日のこの男性の深刻になっちゃう部分そしてこれらの彼らの事情っていうのを皆さんの中にちょっとでも 気づきを与えられることができればいいなと思いますでは、えー、私の今日の講演をこれで終わらせていただきますこのね今日の私のお話で少しでもあそうだったんだなっていうようなことを考えることができれば非常に嬉しいなと思いつつ終わらせていただきます皆さんご清聴ありがとうございました